パンマールは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。古名はトレルターであった。海辺に立つ、ジョアレーハイドーサンゲノレ、港山ノンナ教会にあるカラベラ線の、レリーフカンペールの南西にあるビグダン地方有数の、コミューンで、オディエルヌワンの南端にあたる。コミューンは平坦で標高が低い。特に、サンゲノレ地区では、住宅用地のため、 多くの湿地や肩が排水されている。小島や岩礁が数多く天井に、パンマール沖に散らばっている。西に向かって開かれた三下の霊漁港は悪天候になると危険であり、北西と南を河口岩でできた半島で守られている。北西のクリュゲン半島は本土との間をサスが繋いでいる。本土と直接つながる。 南のコンク半島は激しい波で破壊されるのを防ぐため、コンクリートブロックで補強されている。その地形や年間に通じて吹きつける強風のため、植物は地面すれすれに生えている。ブルトン語で、ペントは頭を意味し、マーク H は馬を意味する。すなわち、馬の塔となる。この名称は、海岸線の形状を指し示している。 1793年から1801年の正式名称はピューンマークであった。パンマールは14世紀から15世紀にかけ繁栄したブルターニュ公国のコミューンで人口およそ1万人を数えた。パンマールのわずか西20マイル沖に1年の内魚期にタラが豊富に採れる賞があったのである。加えてパンマールはスペインのガリシアやアストリアスの港との 理念、牛、穀物を売買する貿易を行っていた。町は海上貿易に集中し、周囲の土地は未開拓のままであったので、町の当局者は文明を求めて介入しなければならなかった。町の繁栄は1500年代前後から衰退し始めた。ニューファウンドランド島でのタラの大群の発見は、 ラマンシュ海峡に面した漁業の町に利益をもたらしたからである。サンマロ、グランビル、ビニックがそれであった。それでもパンマールは、スペインとの穀物や、星だら貿易を続けた。パンマールは、イギリス海軍から標的と見まされ、幾度か攻撃を受けている。しかし、とどめの一撃は1595年にもたらされた。無法者のギーエベルドラ・フォントネルが、 ドゥアルヌレ湾に浮かぶ小さなトリスタン島を要塞化して隠れがとしたのである。パンマールは城壁を持たず、二つの砦とフェンスがあるだけであった。フォントネルは策を練った。彼は武器を携帯せずにパンマールを訪問し、住民と急柱木遊びをした。彼は住民の信頼を得、その防衛力を下見する十分な時間を取ったのである。しかし住民たちは、 彼が犯してきた多大な悪行や犯罪を知っていて警戒した。数ヶ月後、腕が立つ大勢の兵士の一団を従え、フォントネルはパンマールへやってきた。取りを制圧した後、そこが安全だと信じて要塞化された教会に財産を携え逃げ込んでいた住民たちを彼らは虐殺した。祭壇の近くで彼らは恐ろしい虐殺を行った。 本堂の中にいた大半の人々は、そこに寝泊まりしていたのである。大虐殺を逃れた人々は捕虜にされた。彼は、戦利品を奪い、裕福な住民たちは、ブレストの庇護を求めた。フォントネルは、ブレストへ向かう船をドゥアルヌネトリデの方向へ、引いていった。根絶やしにされかけたパンマールが、その後繁栄を取り戻すことはなかった。歴史的に、パンマールの経済は、 漁業、農業、貿易に依存している。20世紀初頭から、魚の缶詰製造や、野菜の生産が疑いなく、コミューン経済を飛ばしてきた。近年は、漁業の他に観光が、地域経済の権威役である。populations リゲールズ2008シュールルサイトである、ins e ハットアルベルトダウジットイチャールズ、ロスティング。 ディクシオナル・エトモロジーク・でナムズ・でロアット・イ・エヌ・フランス、エディション・ラ・ルース1968、P524、フィーシュ・カーム・ナーレ・シュール・ラ・ベース・カジニー・デ・エル、イヘス、コンサルトル27、01、2010。V.A. マルト、ブラン、レ・フィニステル・エ u シュックス・シエクル、ドゥ・アーナ・ニーズ、エディションズ・ジャン・ポール・ギ・セラット、1993、ジーン・モロー、 イストアールデセクイエスエパッセイエヌブルターニュ・デュラント、レゲールデラリーグイパティキュリアメントダンル・ダイアシスでコルヌエル。シャピートラ XXXV、アンプリモリー・リブロリーデル・プルード・オム、1857、ルイス・モロー、レブリガンド・デラ・コルヌイ、クロニック・ブレテンス・ラリーグ。エーデ・ビレス、1860、トーム1。 コンサルタブル http コロンスラッシュスラッシュ g a l w e l l i c a b n f f r スラッシュアーク12148 bpt 6kg57151248 f218 イメージパギナチオン r イコール ch% c3% a2 トーニョフジュファーラングフルありがとうございます